この4人のチームワークっていうものを演技からももうビシビシと感じるわけなんですけれども、この4人の中で一番のムードメーカーというのはどなたなんでしょうか。どうですか。たけるじゃないですかね。おやっぱり、まあ、最年少で、はい、なんかこう、まあ、同じこっちの3人は同じ体育館でいつも練習してるんですけど、まあ、たけるだけ違うんですけど、なんかそれを感じさせないぐらい明るくて、6個離れてるんですけど、もうほぼ同期みたいな感じです。北園選手、はい、どうでしょう。いやまあ優しいんでやりやすく、はい、どんな感じで盛り上げるんですか、ムードメーカーとして。いやまあどんな感じ、まあ、関西出身なんで、まあ、本当にいつも通りしてるだけなんですけど、まあ、それがいいみたいですね。橋本選手がかなり笑われてますが、そうですね、まあ、いつも通りというか、なんかタケルがカマチョで、はい、もうなんかずっと渡るさんとかカズマさんとか僕とかにこうちょっかいを出してくるんですよ。カマチョでかまってちゃんってことですか。はい、そう、かまってほしいのか分かんないんですけど、めちゃくちゃちょっかい出してきてあのカズマさんとあの渡るさんの部屋に、こいつ勝手にこう入ってって、で渡るさんのベッドに寝っ転がったりとか。ちょっと谷川選手勝手にベッドに寝られてしまうんですか。そうです、僕がこう寝っ転がってるのにその上乗っかってきたりするんで、もうグッてやったりし本当に仲のいい4人ということで